民進党新緑風会の小西博之でございます今日の,あの議題であります、防衛省設置法でございますけれども、あの実はあの委員の先生方ご承知のように、陸海空の自衛隊員は、その隊員の数をたった一人でも動かす場合に、この法律の議決が必要でございます。その組織の人数を法律で定めている、そうした軍事的組織は世界にはもちろんございませんし、また日本の行政組織の中でもございません。究極のシビリアンコンコトロールです平和憲法に基づく 戦前の軍部の独走などの武断政治の反省を踏まえて、自衛隊の理解、区の数を法律で規律するという究極のシビリアンコール、コントロール、それがこの度日報の隠蔽事件によって根底から崩されているのではないか、そうした文脈で質問をさせていただきたいと思います。あの先ほどのの大臣の答弁をを聞いておりまますとまるで自分が指示した 自分がシビリアンコントロールのもとにしっかりとあの自衛隊を指揮できているというようなことをおっしゃっているように聞こえますが、あの大臣、昨年ですね、あのこの防衛省の特別監察の報告書が出されました、でこの中で、えー、陸地にあったあの南スーダンの日報の存在を、まあ、この報告書によれば、まあ、大臣に明確に報告してなかったと、そうしたことが自衛隊法違反とされております、こうした隠蔽行為、陸地のその日報の南スーダンの隠蔽行為というのは、シビリアンコントロール。 大臣に対するシビリアンコントロールを裏切り、国会に対するシビリアンコントロールを裏切った、そうした許されるのは違法行為だという認識はございますか。小野寺防衛大臣、まあ。今回の一連の日報問題というのは、えー、これはあの、まあ、私ども、えーまあ、昨年のですか。うん まああの今回、私とも対応している内容というのは、昨年の南スーダンの日報事案の反省を踏まえて、今回、対応させていただいているということであります森君全く答えていません、昨年、特別監察の報告書において、稲田大臣に陸自の日報の、南スーダンの日報の存在を明確に示さあの報告しなかったとっ書かれてある、それが違法であると、自衛隊法違反、これは大臣に対するシビリアンコントロール。 そして国会に対するシビアンコントロールを欺く違法行為だという認識はありますか、イエス可能かだけで答えてください防衛大臣これはあの、まあ、国会も含めて、そのような、えー、あの疑いがあるということで、特別防衛観察を行い、そして特別防衛観察の中で、この内容が明らかになったものだと、私は思っております。速記を止めてください もう一度度質質問問お願いでできますすか三度目の質問です昨年の特別監察の報告書において、稲田大臣に陸自日報の存在を隠蔽していたという旨が指摘されています。これは大臣と国会に対するシビリアンコントロールを欺く違法行為だという認識はございますか、欺く行為だという認識はありますか、なぜ答えられないんですか、こんなことは。外務大臣官房 はい、お答えいたします今回、あの前回の防衛大臣の報告の点の問題でございますが、防衛大臣への報告に対しまして、1か月を要し、かつ陸爆運用情報部長からの陸時に、個人データ新報が存在する説明を受けた際、 陸地の日本の状況について確認をせず、正確に把握できなかったため、事実関係と異なる対外説明資料を作成すると、防衛省として適切な対応を取れなかったことから、これらの行為は職務遂行の義務、自衛隊法56条違反に該当し、不適切であると、そういう評価がされてございます小西君、シビリアンコントロール違反かと、3度通って答えられずに、政府参考人から全くあの答えない答弁をさせると。 委員会とも、車問題ばっかりやったら、これだけで終わりますので、委員会の提出要求をお願いいたします、シビリア先ほどからの,私の質問事項がシビランコントロールに違反しないかどうか、あの政府の見解を委員会に提出するようにお願いいたしますただいまの件につきましては、五国理事会において協議をいたします小西君。まあ、小野寺大臣のシビランコントロールの理解が全くないということがよく分かりました、同じ質問を賛同させていただいてます。はい であの今今般の隠蔽事件ですけれども私はあの二つの側面においてまさに大臣のシビリアンコントロールを欺きそして国会のシビリアンコントロールを欺く空前絶後の暴挙だというふうにあの私は考えます一つのあの局面あのフェーズは昨日大臣が公表した昨年の2月27日に、えー、イラク日報の存在を研究本部で、えー、分かっていたのにそれを昨年稲田大臣にも報告せずそして今般4月2日の大臣の 発表まで公表まで小野田大臣にも公表しなかったというあの事実でありますでもう一つはその研究本部で今年の1月の12日にそのイラク日報の存在を把握しえ内部のあの陸爆の総務課の方にえ報告をしていたのにその1月12日からまさに2ヶ月半以上3月の31日まで小野田大臣に報告をされずその間大臣を欺き そして、衆参の予算委員会があったわけですけれども、国会を欺いていた、その2つの私はシビリアンコントロールの違反があると思います、それについて大臣、両方のシビリアンコントロールの違反があるという認識はありますでしょうか、大臣です。防衛大臣 そうです。あのまずあの委員が今あの2月27と申しました。あ、え、のー、今回、えー、研究本部におけるイラクの日報の確認時期が、えー、昨年の3月27ということでありました。えー、そして私どもとしてはあのこの問題について大変重要だと思っております、えー。少なくても先ほど来お話をさせていただいておりますが、今回の事案というのは南スーダンの PKO 日報問題の情報公開管理に。 これを先ほど委員からご指摘ありましたが、重大な問題と考え、そしてこの日報を含む提示報告を、当幕の幹部参事官において一元管理をするという、その過程で日本の一部が分かった、そしてただ、その日本の一部が分かった過程の中で、どうしてもなぜ昨年2月から3月、研究本部で分からなかったのかというのを、再度、私の方から探すように指示をして、今回の内容が判明したということであります。 1>, 1月12日からの経緯については、あの少しあの事務方から説明をさせますあ<君>大臣にあの伺います。昨年のこの特別観察の内容、防衛省の事務方にも確認しましたけれども、稲田大臣に陸自の、陸時の南スーダン日報の存在について、えー、5回ですねあ、失礼しましたあの。稲田大臣に対して 南スーダンの日報というのは、倒幕の日報と陸地の日報の2つがあったわけですけれども、で陸地の日報の存在を隠蔽していたわけですけれども、倒幕の日報について、稲田大臣に5回、直接事務方が説明しています、その5回のすべての機会において、すでに知っていた陸地の日報の存在を大臣に報告していないというふうにされています、それがこの観察の中身です、内容です。ににもかかわらず大臣がこの度3月の月日に イラク、日本の存在を説明を受けたときに、自衛隊、そして防衛省が大臣に昨年の3月の27日にすでに存在が、イラクの日本の存在を研究本部で知っていたと、発見していたと、そのことを報告しなかった、昨年5回にわたって稲田大臣に日本の存在を隠蔽した防衛省、自衛隊が、また31、3月の31日に大臣に対して一言もその存在を言わなかった。 これは防衛省自衛隊の大臣に対するシビリアンコントロール、それを欺く行為だという認識はございますか防衛大臣、えー、まずあの、えー、特別防衛監察の、えーまあ、ことを踏まえて、私ども今回、倒幕閣僚、幕僚幹部参事官において、一元管理をする過程で、 今回の日報の一部の発見が分かったと。それが今おっしゃった3月31日に私のところに報告がありました。そして私自身、なぜ昨年の2月3月の時点でこのことが分からなかったのかということで、再度しっかり調べるようにということで指示をした中で、昨年3月27日に研究本部においてイラクの日報が実は確認されていたのに、それを挙げてこなかったという事実が 判明したので、昨日、私が公表したということであります即興を止めてください。 防衛大臣官房、高橋官房長、はいあの。昨年の3月27日の至る経緯でございますけれどまずその研究本部に、えー、いわゆるそのイラクの日報があるかどうかにつきましては、えー、特別防衛観察の過程の中で分かったということでございます。たただししイラクの日報にににつつきましてて、えー、上層部に上げかかどうかについては、えー、現在あの 王の政務官をチーム長とする調査チームでその審議がをか,かることになってございまして、小野寺防衛大臣に、いわゆるその研究本部でイラクの日報を初めてご説明したのは3月31日、それから小野寺防衛大臣からなぜ昨年、研究本部にイラクの日報が あるはずな,のになぜないという、えー、報告が出たのかということで、改めて調査のご指示をいただきまして、4月4日の朝、大臣に対しまして、研究本部がイラクの日報を知っていたという事実を報告をさせていただきました、以上でございます小林君最強の実力組織の自衛隊のコンプライアンス違反、国会やあるいは 大臣に対する隠蔽疑惑を聞かれて、大臣がシビランコントロールに対する、関する見識を。答弁できずに、なんで政府参考に答弁させるんですか。そんな大臣だったら、即刻辞職すべきだと私は思いますよ。あの時間がないので、次の質問に行きます。大臣はよろしいですか。よろしいですか。大臣は。一月の、あの十二日、あの、今年のですね。一月の十二日に。研究本部がイラクの日報を発見したというふうに、自衛隊部局の中で報告しています。ところが、大臣まで上がったのは、今年の三月の三十一日です。 その間の、例えば3月の1 0日あ、先生方のお手元、資料2ページでございますけれども、3月の1 0日、まさに財務省が改ざん文書を公表した日です、公表した日に、小野寺大臣はその省内の幹部に対して、えー、財務省の件が国民からの批判を受けているが、昨年は日本問題で防衛省、自衛隊が批判を受けた。 今回の関連で防衛省はその後、どうしたのかと見られることもあろう、改めて情報公開、文書管理、情報保全を徹底してほしいという指示をしています。まさに日本の存在、イラク日本の存在を、防衛省自衛隊の事務方を知っていたのにもかかわらず、大臣に報告していなかった時期に、大臣が文書管理、情報公開、情報保全、まあ、当然、国会や国民に対する説明責任も含まれると思いますけれども、徹底するという指示を行っています。大臣ににされていると思いませんか自衛衛隊や防衛省の職員に 彼らを知っていた日本の存在を取得されたまま、自分が彼らに国会などに対して情報公開を徹底しろという指示を3月の12日にわざわざやってる、小野寺大臣のシビリアンコントロールは全く機能していない、小野寺大臣は即刻、辞任するべきだという考えはございませんか。防衛大臣 まずあのご指摘の定例幹部会議におきまして、私が森友学園の文書の書き換えが問題となっているということ、昨年は自衛隊の日本の問題があったということで、防衛省、自衛隊、しっかり情報公開、行政文書管理、情報保全を徹底してほしいと、そのようなことを幹部に指示をいたしました。そしてあの今委員がががご指摘にになったよううここの時点で中で中文書があるということい 確認をされそしてどのような形で情報収集をするかということで作業をしていたというふうに私の方には報告がありましたがただ少なくてもまず一方があってこのようなことがあったと私に知らせるべきことが当然だと思っておりますのでこの点に対しては私も大変遺憾だと思っておりますそしてその反省も踏まえて今回三月三十一日に私に報告があったときにその報告だけでは鵜呑みにせず本当にないのかと昨年二月から三月の 時のあの時の調査はどうだったのかということを再度確認させた中で、昨日でありますが、月昨年3月27日に、えー、イラクの日報が実は研究本部にあり、そのことを認識していたものがあるということが分かったので、公表し、そしてその認識,させていた認識していたものがどの範囲なのか、当然、これはあの稲田大臣からの指示があって、えー、イラクの日報を調べなければいけない、えー、そのような指示が出ていたにもかかわらず、 知っていたのに、それを報告をしなかったということ、これは私ども厳正に対応する必要があると思っています、そしてその範囲がどこまでだったのか、どういう経緯だったのかというのを、今、大野大臣政務官を中心に調べてもらい、そして厳正に対応していきたいと思っております堀内君いや。昨年あの、南スーダンの日本の隠蔽事件があったにもかかわらず、大臣に2か月半以上、その日本の存在を知らせない、そのこと自体が。 まさに昨年に続くシビリアンコントロールの違反なんですよ。全く何の再発防止策ってことすけど、何の再発防止策にもなってないわけです。あの重ねて聞きますが、あの1月の12日に研究本部が日本の存在を報告し、大臣にかったのは今年の3月31日です。その間、防衛省の幹部の皆さんがなぜ大臣に報告をしなかったのか、あの大臣にこれ通告して、しお答えいただきたいんですけれどもあの、統合幕僚幹部の,あの総括官、そして官房長、事務次官、 統合幕僚長、陸上幕僚長がイラク日報の存在を知ったのはいつですか、そして彼らの誰が大臣に今は挙げるべきでないという決断、指示をしたんでしょうか、小野谷大臣に答えてください、お願いいたします、通告してます、小野谷大臣に求めてます、事務方、答弁しないでください、質問権の妨害だ防衛省鈴木統合幕僚幹部総括官。 あの事,務事務的な手続きでございますあの流れでございますので、事務方からご説明させていただきます。お話がございましたあ本件につきましては、えー、昨年の夏以来、えー、全国の部隊を対象にいたしまして、日本を含む様ままな定期事報告、これの保有状況を確認していたと。その中で その一環として陸、あの研究本部から陸爆の総務課の方に、1月12日に、この全体の確認作業が結果報告がされたと。そして、そうしたさまざまなものを含めて、2月27日に、えー、陸爆総務課、陸上自衛隊全体の、えー、文書の保有状況を、当幕3時間付に話がございました。で、その中で、えー、そ,それを踏まえまして、えー、あのイラクの日報が含まれていることを確認しました。 統合幕僚幹部3時間付きから、そして官房長には3月29日に、統合幕僚幹部3時間付きから、事務次官につきましては3月30日、官房の文書化から、そして統合幕僚長および陸幕長については、3月30日にです、ね、それぞれ、当幕3時間付き、そして陸上幕僚幹部から実施されたと、で翌日3月31日に大臣にご報告したという次第でございます。 西君あの今の答弁だと、官房長や当幕長などは29日、30日以降ということですが、じゃあその間は、今答弁いただいたのが、まさに総括官、鈴木さんなんですけど鈴木総括官の判断で大臣にイラク日報の存在を知らせないという判断は、鈴木総括官がしたんですか、鈴木総括官に伺います鈴木総括官、はいあの。私どもといたしまして、あのえー、このイラクの日報があ確認をされたということがございます。 こうした中で、さ、えーね、まざまな、まさにその全体として1万4000ページに及ぶ、分量に及ぶ文章でございますので、そうしたものの、えー、状況、欠損の状況ですとか、それからどこに存在していたのか、当初の段階では、あの陸上自衛隊にあったということは分かりますけれども、それ以上の中身はご分かりませんでした。そそうししたたものを確認していたそれから えー、さまざま、その他のあの航空自衛隊等にもです、ね、日本等は存在しましたので、そうしたものを確認している中で、そうしたし大臣のご説明に足りるような材料を集めるため、それをもってして、あの大臣にご説明の3月31日に至ったというところでございます。 鈴木総括官。 続いて答弁を願います3月5日にあの私はあの本件について承知をいたしました、そこそして、えー、先ほど申し上げたような、さまざまなその文書の確認等を行い一方、えー、官房、えー、文書課の方にも一方入れまして、さまざまな、つまり国会との関係で、えー、過去の国会議員からの資料要求、国会での答弁並びに情報公開請求の対応状況、こうしたものを可能な限り確認し、大臣へのご報告の際に際して、えー、事務方として必要な作業を行っていた ということでございますこちらにつきましてはあの、結果として時間がかかってしまったことについては、非常に、えー、厳しいご指摘ございましたけれども、重く受け止めております君あの今の答弁は全く明確じゃないんですが、尾根大臣に伺います。今日の外防委員会で おご自身がおっしゃったよう自分のシビリアンコントロールが効いてるということをちゃんと証明していただかなければいけません、私もさっきからの質問、全く聞いてないことの証明でありますけれども、小野田大臣に伺います、1月の12日にイラク・日本の発見があってから、小野田大臣に報告された3月の31日までの間、この件を大臣に報告しなくていいという判断をしていた、その判断権者の名前、そして判断をされた日常を今言ってくださいそれを把握しないんだったら、シビリアンコントロールも何もないです。 防衛大臣あのちょっと質問の意,意図が分かりません君おあ、通告してます、してます、1月12日から3月の31日まで、イラク、日本の存在を大臣に挙げなくていいと判断した防衛省、自衛隊の責任者、そしてその責任者の名前ですね、その責任者がそういう判断をしたあの日時、タイミングというものを大臣は把握して、この外交・防衛委員会に臨まれてますか。 把握してないんだったらシビリアンコントロールが何もないということで即刻辞職すべきだと思いますが、そこの見解についても含めて答弁をお願いいたします防衛大臣ああのまあえー、大臣に挙げなくていいという判断をしたものというのは、ちょっと私、どういうとか分かりませんが、少なくてもあの、事務方から私もなぜこれだけ報告が遅いのかということは、えー、問いただした中で、さ、えー、まざまな準備をしていた、確認をしていたということがありますが、えー、丁寧さは確かに、まあ、あの考えていたんだと思いますが、少なくても、えー イラクの日報があったということを確認した段階で、第一報を私に入れるべきだと、これは大変遺憾だと私は思っております小君ちょっと質問できましたけど、3ページですね、3月の23日に安倍総理が閣僚懇で、えー、青森大臣たしてこう言ってるんですね、すべての政府職員は原点に立ち返り、えー、国民の信頼回復に対して肝を命じすべての職員です、防衛省や自衛隊員の職員も含まれます、にもかかわらず、大臣の説明だと、彼らが大臣に報告しなかった。 安倍内閣のあそのものが、私は安倍内閣の指示を大臣が聞いていないことになるし、大臣自身がシビアンコントロールを聞,聞いていないということで、まあ、安倍内閣の体質そのものであるこうう隠蔽体質は、安倍内閣の総辞職、そして大臣も即刻、私は辞職されることをべきだというふうに考えます終わります。